お疲れ様です。多分ね、吉田さん、今、親になった人が、子供に対して、いつまでもゲームやってないんで勉強しなさいっていうのはもう、ないんじゃないかなと思うんですよね。えというのが、これっていうのは、昭和40年代とか50年代に生まれた人の価値観であって、なんでかっていうと、その時っていうのは、お父さんお母さんがね、やっぱこう、高校も進めなかったし、大学なんて一部のエリートしか行かなかった時代ですよ。 だから、お父さんお母さんが社会に出たときに、学歴がないことによって、どれだけ不利なのか、どれだけ将来性が閉ざされているのかってことを目の当たりにして、ああ、我が子だけは、高校に攻めて進めたいなとか、大学には行ってほしいな、そうなったら、まあ、一定の安心感は子供に対しても、そして、それを見守る親の責任としても達成させるだろう。だから、嫌われてもいいから、勉強した方がいいよっていうふうな、その時の、成功法則をね、教えてくれたと思うんですよ。 でも時代が変わって今お父さんお母さん高校は出てるし大学も2人に1人が出てる時代ですよそうなると大卒したからって言って別に大したことねえな勉強しろ勉強しろっていうこともまあ親の立場としては正解じゃないなだったら自分の好きなものを突き詰めてそこでセカンドコンテンツを作った方が絶対これ将来のためにいいぞだから もうね言わなくてもやることをどんどん野放しにしてやってその世界を広げてやることが親の責任だなだから子供がスマホばっかりやってたらスマホのマスターになれるように最新のスマホをどんどん与えるガジェットをどんどん与える方がいいんじゃないかなっていうふうになってるのが多分今の常識じゃないかなと思うんですよ。つまりは何かをやめて何かをやれっていうふうなあ常識的教育方針が変わってほっといても勝手にやってることの道を親がどれだけね 下支えしてててててああげげげるるるかかか広れっっこととに変わってきてるんじゃないかないつまりは親が子供を指導するんじゃなくて子供の自発的な可能性を閉じないように閉じないように親がサポートするみたいな形に変わってきてるんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。うんまあこの辺はね別にアンケートを取ったわけじゃないんであのはっきりとしたことは言えませんけどもい、まあ、未だに勉強しろって親はまだいないんじゃないかなとぐらいは思うかなと思います。 だから子供は、あれもしかしたら勉強しないとやばいんじゃないかなというふうに、勝手にやり出すか、勝手に漫画家を目指すかた、勝手にプロゲーマー解説をやるか、勝手にユーチューバーやるかとか、勝手にやってると思うんですよ。で、その道を閉ざさないように親が、どれだけ、えーね、自分の力量を広げてあげれるか、っていうことじゃないかなと思うんですよね。はい。ところでね、あの、我がことに振り返ってみると、うちの山戸くん、今でもね、3歳の半ばになって、哺乳瓶からしか、 ほとんんど飲飲み物って飲まないんですよもちろんコップから飲むこともありますけどもそれはあくまでも本当に補助的に仕方がない時ぐらいなんですよね主には哺乳瓶でごくごく飲んでます、えー、昨日ね公園に行くともう2歳の子が水筒から飲んでるんですよね、まあ、ですんで客観的に見たらいまだに何哺乳瓶で飲んでんのみたいになりますしあとねうちの大和くんね、まあ、基本はおむつなんですよね で、3歳になると大体パンツに変わってくるらしいですよねでパンツでおもらしをしたりとか失敗しながらだんだん覚えていく段階らしいんですよであと歯磨きも苦手ですね、歯磨きも大体3歳になってくると大体格好だけでもやるみたいなんですけどもうちの子は毎日練習してるんですけどもなかなか身につかないんですよでもね私こう思うんですよあだからどうしたんだといやこれがね10歳とか20歳になってそれだったらちょっとさすがに私も困りますよでも この幼児期の1年遅れた2年遅れた3年遅れたってどんんんだけ困るでですすかとということなんですよそろそろ歯磨きぐらいできないとねそろそろおむつ取らないとねそろそろ哺乳瓶は卒業しないとねそのそろそろの根拠って別にないわけですよねつまりはたまたま自分が見た子供聞いた話に対して遅れてるか進んでるかを子供に押し付けてるだけなんですよで子供が要求してないのに 無理やり親の理論でそうするべきだみたいにやっちゃうと、まあ、これはねあの成長を歪めるんじゃないかなと思いますよねで、えー、みんな不得意得意ってあると思うんですよでうちの山田くんは体を動かすことはむちゃくちゃ得意であとねあのこう病からの回復力もむちゃくちゃ早いんですよこれは両方とも私に言いましたね で今3歳の半ばなんですけども私がね今格闘技のレッスンをしてるところをずっと真似して自分でもねパンチをねタタタタってしたりとかキックをガン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 したりとかねそれからものすごく速いスピードでその辺を走ったりとかねその辺はね本当私のトレーニングをそのままコピーしてるんですよですんでまあ格闘家になる道っていうのは誰よりも3歳児にしては開けてるなと思いますまあこれは多分ね誰にも追いつかないぐらいになってると思いますね、うん、だからそういう意味で言うと何かを伸ばすと 何かが伸びる他のことを伸ばすチャンスっていうのはやっぱ失われていってなぜなら1時時間間何をやるかかっっっっていいうのはここちちにに使使たららえないわけですからねでそうなってくるとだん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 3歳から個性的になってくるのかそれともみんなと同じようにっていうふうな今の時代でも平均的な教育になっちゃうのかってことになりますけどももちろん代わりの利く人材にしようというふうなね まあ昔ながらの人材も大部分では必要なんでそういう教育も悪くはないと思いますでも私は代わりの効かない人材をねやっぱり育っていきたいなと思いますんで今のところはまあねいいかなとそれこそ、あのー、3歳にしておむつをしちゃって3歳にして哺乳瓶をね水飲んだって誰にも迷惑はかけないですよ誰にも迷惑はかけないしそもそもそんなこと人に見せるもんでもねないし今はね子供たちの数も減ってるんでうん,なんか全然接点がないんですよね たまたま公演に行った時にたまたまそういう場面が稀にあるだけでな,なんかほとんどないですよねだから常識そのものもあの一人一人の常識に変わってきたのかなと思いますよねだから10人いたら10人といろのな常識があって 平均値とか中央値はあるけどもただそれだけの話っていう風に変わってきたのかなと思いますよね昔は常識っていうのは8割の人が同じ行動してることを常識と言って2割の人を非常識って捉えてきたと思いますけどもでも今はねあの10人トイレ本当に10人トイレですよ少数派が世の中を作ってるのかなとつまりは10個の平均的なあ数の派閥が 10種類の常識をそれぞれ作っていて、小さなコミュニティを乱立させてるってことかなと思うんですよね。私がいつも言う少数決ってやつでしたね。5人ぐらいの仲のいいあの価値観の合う人があ1000個の集団で存在するみたいな感じですか。だからあ8割ぐらいの考え方ってのはもう存在しなくなっているのかなって気はしますけどね。はい、まあ、いろいろと常識については考えるとこが多いですね。いってらっ